ズームが過ぎる。というわけで今日は久々に、ワイプありでやっていこう、アングリーマン。ちょっとすごいね、もうすでにアングリーな感じというかね、もう怒ってる感じすごい出てるけど、何を叩いてるんだお前は。空間そのものに対する怒りなのかな。空間コーディネーター的なそういうやつかな。スタートボタンがボタンに見えん。はい、押したよ。あ、なんかすごい、20秒以内に壊しまくれ。雑すぎない？何をとかじゃないの？何を壊すとかじゃないの？なんか損害賠償って書いてあるけど、え、どれを壊せばいいの？とりあえずミサイル壊すよ。どう操作するのか教えて。あ、ビーム、あ、ビームなんだ。全然ハンマー使わないじゃん、さっきの。誰何もしない怖さ、何もしてこない怖さ。あ、ビーム出しっぱにしてこうやっていろんなとこ行けばいいのか。あ、でも出しっぱってわけにはいかないぞ。え、でもこうしてりゃ最強じゃない？早時間終わんの。20秒。損害賠償いくら？いくらか見る前の広告。え、このゲーム、そういうすごいシンプルな感じ？え、ステージとかないの？ステージとかそういう感じじゃないの？あ、そういう感じじゃねえんだ。もう一気にこう壊しまくるしかないんだ。なんなんだこの筋肉は。なんか見覚えあるぞ。なんかいつか会ったことあるよな。とりあえず10秒、残り10秒。短くない？短くないけど、ビーム出しっぱでこう首フリフリしてればいいんじゃないの。あー、ちょっと壊すものが見えない。とりあえずここら辺。300万いった？1101001000。読んでる最中に出るやつ。こんなに高く売れるなんて思ってもいませんでした。俺もこんな高いなんか賠償金になるとは思ってもいませんでした。でもちょっと待って、このゲームさ、もうやり尽くしたぞ。後ろ行ってみるか。後ろの方に行ってみるか。こっち側何あんだろう。ちょっと壊さず観光しよう。あ、透明な壁がいい感じの観光スポットとなっている。透明な壁あんのか。これ何転がってきてんの。爆弾か。死ぬのこのゲーム。あんだけ爆風の中ね、生き残れてたやつが突然か弱いな。突然メンタル。やられることあるんだね、このゲーム。この爆弾に触れちゃいけないんだ。はぁ。で、巨人みたいのは閉じ込められてて、出れないようになってんだね。このトゲトゲは？大丈夫？地味。ちょっといろんなとこ見てみたいね、どうせなら。うん。ここまで来たらいろいろこう、探ってみたい気持ちになりつつある。これゴリラだよね。ゴリラが、こう、渋滞になんか、囚われてるけど。え？何のやつ？何の感情それ？何感情が分かんない。面白くなってきた。なんか変な隠し要素だったのかな、あれは。なんだろう、あれはね。なんか触ったら変なこと起きたね。ちょっとくどいようだけど、もう一回ゴリラ触ってみようか。もう一回ね、ちょっとここら辺から。あ、これもう絶対こうなるんだ。ゴリラに触るとこういう、ゴリラ無限かよお前。ここに立っててみようか。でももうほとんど見尽くしたよね。これ以上見ることないよ。これ以上見ることもないし、これ以上の点数も叩き出せない気がするんだけど、どう思いますか皆さん。一人めっちゃついてくる。倒れながらもできるんだ。この感じ、この感じ。400万いった。なんで？実感のなさ。え、やだ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 。負け名人。ちょっとね、さっきのゲーム短かったから、ちょっと2本立てでいこう。まあ負け名人、多分ね、去年の年末のガキつか見た人は分かると思うんだけど、なんかじゃんけんに負けた方が勝ちっていう、その頭が痛くなるルールがあって、それがちょっとアプリで何個かあったから、やってみようかなっていう。まあとりあえずスタートでいいのかな。チョキ。でもこれ時間制限とかないなら全然簡単だよね。逆をやればいいんだもんね。あ、でもハイペースでやっていかないといけないのか。全然同じ。あ、でも突然来るとやばいね。突然なんか、あ、でもとりあえずクリアか。あ、でもタイムがあるのか。
なるほどなるほど、17秒、シンプルだね。でも10秒切りたいな。今17秒だったから、10秒切ったら多分脳みそ年齢的にはかなり若い方と見られるんじゃないかな。ふん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 だー一回崩れるとやばい、一回崩れるとやばいな。ちょっとこれ急げば急ぐほどのか。なるほど、14秒で勝っちゃったからね。勝っちゃってなかなか難しいじゃないか。10秒切るっていう自分ルールにやられてる感じあるけどな。いやでも言ったからには10秒切ろう。はい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 、だー 10.9 秒、惜しいな惜しいな。はいはい、言ってる場合じゃない、言ってる場合じゃないよ、言ってる場合じゃない。いいよ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 、全然いい全然いい全然。ちょっと問題、これ厳しくない？勝っちゃうやつ。考え方を変えればいいんだ。相手の気持ちになって相手が勝つように考えればいいんだ。グーに勝った、チョキに勝った、パーに勝った、グーに勝った、パーに勝った、パーに勝った、チョキに勝った、グーに勝った、チョキに勝った、グーに勝った、パーに勝った、チョキに勝った、パーに勝った、パーに勝った。余計遅い余計遅い。口に出さないでやろう。致命的だけど、動画として致命的だけど、口に出さないでやろう。へっ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 、うわ、やったー9.46 きたー。問題がすげー楽だった今のは問題のやつだろこれ完全に。タイム、まあアプリとかね、まあこういうシンプルなやつをこうパッて終わらしちゃった時にね、まあシュッと終わるのもいいんだけど、まあどうせならね、どうせ時間があるならこうなんか話したいなっていう気がするんだよ。これが何なのかって話なんだけど、まあこの前ね、ギフトとのコラボのイベントで、まあ店頭でこうステッカーをお渡しするちょっとしたプチ企画があったんだけど、その時にね、何歳くらいの子だろう、これぐらいの子、身長これぐらいの子、これぐらいの子、小学1年生とか2年生か幼稚園生なのか分かんないけど、まあそれぐらいの男の子が来て、このパンサルのね、紙粘土で作ったやつかな、これをねちょっとプレゼントしてくれてね、いやほんと嬉しくて、まあいろんなね、あの大人から、ちっちゃい子までいろんな子が来たんだけど、まさかねあんなこうちっちゃな男の子がこう来てこれをプレゼントしてくれるとは思ってもいなかったからね、本当に嬉しくて、なんか手紙ももらったんだけど、本当ねこう頑張って文字こう書いてくれてる感じがしてね、もうね深いしばらくはここに置いとくので、でここに置かなくなってもね、実はこの裏の壁もね、ちょっとこうもらったものを飾るコーナーがあるから、ここからなくなったとしても、多分この後ろ側とかに飾ってあるので、まあここら辺はちょっとね安心してください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。3、逃げろ、もうこの動画爆発する、逃げろ、爆発するぞ。